ことに本日のスペシャルゲストをご紹介させていただきます。日本クラウン志摩幹雄さん、昭和歌謡の黄金時代を築き上げた三橋美智也先生のもと、歌の世界に魅せられて今年歌手活動27周年、その有り余る声量と豊かな情感をたっぷりとお楽しみください。日本クラウン志摩幹雄熱唱熱演のステージ、まずは名曲「古城りんご村から哀愁列車」メドレーでお届けいただきます。ありがとうございました。今日は本当に仕事のない午後に仕事となってありがとうございました。ありがとうございました。先輩、後でお返しします。どうもありがとうございました。先輩、どうもすみません、いただきました。ありがとうございました。ワードさん、いただきました。そうですね、お花をちょっと。今日は皆さん、こんにちは、ご苦労さんです。日本クラウンの志摩幹雄です。先ほどの志摩会長さんがね、もう24年前にあと500枚足りないところを、私のデビュー曲山里新郎を発売まして、運がよくデビュー曲からヒット賞に入りました。ヤンセンの時代から昭和、ね、53年3月に大好きな忠彦さんさんのね、金木町に行きましたが、柱屋から北海道2週間、もう本当にびっくりこいてしまいました。すごいです、あまり。今日また太田先生はじめね、もう本当にめったりバスで歌えないんで、間違ったらごめんなさいね。それでは、
歌謡コンサートに出演させていただきました。お金使わないで出ました。はい、NHK 新ラジオ歌謡として登用していただきましたね。はい、歌です。思いを込めて NHK 新ラジオ歌謡里帰りです。なりましたしね、本当に青森県は恩人の県です。それでは新曲を初めて津軽を歌わせてもらいました。津軽のふるさと聴いてください。
お楽しみいただきました第31回ふるさと再現祭り、エンディングは本日出演者の皆様方をお揃いでございます。富士山の皆様方のご支援をたまらなく御礼申し上げ、以上をもちまして、ご祈りとさせていただきます。皆さんまで、お付き合いのありがとうございました。改めて、島幹雄東北講演会会長、津島一清様でございます。富士はじめさん、今日はふるさと開放祭りご盛会誠におめでとうございます。そして30年前に富士はじめさんが歌手になった時に、その時の私はスタッフの一人でした。それがご縁で、おそらく今日は私島幹雄の講演会やってる関係上、ゲスト歌手として呼んでくれたものと思っております。これから島さんの歌をゆっくりと皆さんに聞いてもらうんですけども、島幹雄さんといえばですね、名前だけでわからない人が大変多いです。正直言って島幹雄さんといえば三橋道也さんの、お弟子と言っても間違いありません。はっきり言えば英語でしゃべりはマネージャーです。はっきり言って、そういうことで、昭和53年から八戸を皮切りに北海道2週間の巡業を三橋道也さんについて回ったのが最初でございます。そして三橋さんの声とそっくりだと言われて、今でも関東関西の方に行けば島さんは非常に名前が売れてるんですけども、まだこの青森ではしっかり名前が売れておりません。そうしているうちに島さんも年いってしまえば困るので、私も藤はじめさんに何とか一回島さん呼んでくれと、こういうお願いをしました。それが今日叶ったわけでございます。どうぞ一つこれから最後まで島さんの歌を一つごゆっくりご観覧くだされば大変助かります。ありがとうございました。